はい、どうも、本日ヒカルです。デジモンやっていきます。次、クーロンレベル5ですね、確か。ああ、レベル5ね。キャンセルか。ん、何個できんの？そこで、ロックされている。これ今関係ないんか。今は無理ってことやろ。もう行くか。ようやくクーロンレベル5。多分これラストやからな、クーロンの中でも。おー、インフェルモン。お弱っ。やるやないか。レベル99やからね。ルーチェモン。あ、進化したわ。あいつになってんの今。ごめんなさい。仕方なかったの。サノーモン。なやか経験値うまいな。ルーチェモン。ルーチェモン、サタンモードやばいな。え？あ？何これ。え？移動か。ワープゾーン。濃いな。お、そんなんあるんや。なんすやろ、マジ。敵での早っ。封印したのか、敵。今封印したいんじゃん、もうこの辺。おー、結構軽減作れそうやん。ディパインアトーンメントー。おー、強い。うまいやろ、絶対これ。6万7万いくやろ。5万か。オッケー。気力5万。これ軍師とかプラチナの面もなしで、これ全クルさん無理やな。めっちゃ時間かかるやろ。だいぶ時間かかるやろな。うん。非効率すぎるわな。ついこれめっちゃええやな。もう最強や。ゼロやもんな、これも。行こう。なるほど、見えない、これトラップがあって。ああ、まあ、仕組みが難しくなったんか。あ、そういうことや。これやったら見えへんトラップが見えるようになるとかっていうのかもしれない。もうそういうことやな。あ、こっちっぽいな、正解。ああ、正解や。やったん？リベンジ来た。ああ、トラップか。言ったのせいはあいつロードナイトも。ほう。目がきつくなったぞ。プロコ。アイテム。あ、どっちか。くそ！うわ。はめられた。よっしゃと。めんどくせえトラップやな、こいつ。時間稼ぎもうっとうしいな。敵が出えへんってことを考えたら別に、なんも大したことないやけどな。そうやな。このトラップは。したってことして！うわ全部外そうよ。交互に置いてきよるな、こいつ。じゃあ上か。もう敵出えへんからな。楽やわな。あ、行き来するだけやからな、こっちは。ストーリーがほんまに知りたいわ。下上。でも見えとうしな、もうトラップも。ラストはどこや？ああ、またあるやん。下上？下！やった！おー、当たった。やったー。アイテム。マジで？うわ、こんなんありかよ。下上下。くそ。アイテムトラップ届け。え？なんか2個あると行くところが。なんじゃん。なんで増えんの？下上下。うわ、こっちのとこ始まった。え？逆やったってことか、あれも。アイテムあれね。あ、なんこれ。あ、ええやつやん。一応当たり。ここら辺が戻れるんか。あ、そういうことやな、やっぱり。まあ、当たり引いたってことか。まあ、左が行けると当たりすぎよ。すごい仕組みやな。ほら。うん、さて行こう。上、下。上。そして下。相手もあれ取れへんってことなんじゃ。いや、ま、多分、回り込んで。風穴を開けて危なっ。おー、やっぱメモリアップか。大事やんけ。いや、と思った。大事なアイテムやないかい。メモリアップももう十分なんやけど。あ、まだある。ロックが解除できんの。うん、いけるんかな。何ロック解除のやつ。それじゃない。
あ、無理か。排斥できひんもんな。無理ね。なぜだろ、これ。どっちかやもんな、結局。ん？お。よっしゃ！両方右か。おい、デジラボ、あ、ボスやもん。いや、あの、あそこ回るで多分。回り込む。あ、ボスや、来た。結構早かったな。セイド。やれ、セイド。やれやれ。よ、あれが、こ、待っていたぞ。人の子よ。お。え？セレモン。誰こいつ。誰これ。ロードナイトモンの読み通りだな。長い間、我が輩は、クレニア。弱さ。うん。ここを通すわけにはいかん。声が弱さやん。ロード、答える必要はない。いや、ちょいと失礼。スエド。スエド？やつの策略に気づかず、人間。事実とは少々異なる。それより、クレニアムモン、あなたの、ロードナイトモンさんと、イグドラシルの意志は、人間世界。なるほど。では、私に協力していただけませんかね。なんだと？私は、人間を進化させたいと、愚かしく惨めな存在から、これより、そうなれば、あなた方でんどうです。他の種族の知的生命体として、これ以上ないほどの。理解できんな。そもそも、どのよ、それは、イグドラシルの。やれやれ、神への猛獣ですか？貴様、思考の停止、意志の欠如、まったく。この礼、イグドラシルへの忠義こそ、誉れであり、我が魔僧、クラウソラスにて。おや、怒らせ。では、あと。え？何やねん、こいつ。私、アランごとは気は、あ、ほら、来ますよ。あ、俺チームメンバー変えな。言わせなきゃ何もこいつ。オーグレーモンに変えようぜも。まあ、一応でもこいつもボスやからね。いざ弱さやな、こいつ。ガイエル。おう。お前、まあ、あいつは。こいつは攻撃した方がいいな。わかんわ。え、青がいいんやね。いや、赤やろ、いいの。あ、赤か。っていうことは。もう、どっちも出してやる、ブラックと。無属性の方が多分いいかもしれん、これはもう。ディアボルナ。もう一回変えてみた方がいいかもしれん。弱え。弱すぎやろ。ウイルスあかんねん、やっぱこれ。ブラックオグレも本来あかんねんけどな。早こいつって。弱いな、でも。ブレイブトルネード。強いな。まあ、でも。ん？そう。全然技？やるやないか。よし、いけ。ええぞ。いけるぞ。ガン！もう終わりやろ、これで。機関銃！あ、来た。来た。めっちゃでかい。これめっちゃダメージ上がるやろ。ダメージアップしかも。ブラックオーグレーム。1.5倍になるやろ。2倍？あった。余裕やな。強すぎる。ウォーグレーム絶対いるな。やばいな。必須キャラやろ、ウォーグレーム。お、メモリアップまだや。パーカット白く1レベルで。強すぎるやな。あいつ。貫通強すぎるやろ、これ。これ我が輩が我が輩の心にはあろうことかわずかなものではそれがいやそういうことは先たとえ弱さであったとしても疑いのそれは紛れもない憎らしいやはり死ぬんやいや悲しいです白々しい言葉です反論はしませんが事実は事実おお解除したさあこれで今日スエドーさんお父上の死は彼が描いていたエデンの理想像は本当に素晴らしかったロードナイトモンの暴走をとそれに数ロードナイトモンは父やその子供だから人間は本当にそうなんですかおやめなさい悲しい記憶を取り戻すのしかし全ての人間が悲しみもちろん私は生まれてしまった悲しみを悲しみを人間も世界も私がこ
めちゃくちゃです。そうですね、できませんね。今はこれも悲しくではまた。こいつほんまやばい。なぜやなこいつ弱いけど。悲しみをなくしたい。そんなこと不可能。でも絵空ごと私には。謎大きい男やな生徒が。やっぱチャプター16終わりか。ミッションこなしとけって感じかこれ。うん、ペルソナ何とかなんかペルソナにやけに。おお依頼か。え、英語サーチ的なものに興味ないが中でも掲示板ってものがあってね。そうなの。絶対そっちやろ。うん、そっちで。基本的にこれ依頼不安して意味ないから今までのやつからいくと。中野に行けと。そうそう、なんかでもあれやな、進化かなんかしたいけどな。ずっともこれ何も経験値出てへんからな、一回も。ああ。こいつら。進化させたらこれ意味なくない？まあ確かにな。全く。ないんやな。なんかその、強いデジも他におったらそいつを作りたいけど。まあ誰か連れて行けやつおるやろけどな、まだ。プラスで。ちょっとまあ、チームに、なんか進化で、コメントであったような気がするね、誰か。めっちゃ強いやつおるぞ、一人。もう一体いいか、これ。うん。もう軍師もいらんやろ、もう今。いらんな。もうレベル99絶対いけるやん、余裕でいけるもん、今。これ以上あっても一緒やろ。誰かおらへんのかな、なんか強そうなやつ。ルージェモンみたいな感じのやつ。誰やったっけん、コメントで、デジモンでなんか来とったんやけどな。偉大なる挑戦7か。ジャスティモン。ベルゼブモンとかってどう、もう無理なまだ。知らん。デュークもおるやん。なやかんこれ NG ないんだ。ライラも。あ、デジタルモンがなんかなるって書いとったな、誰か。嘘。なんか聞いたことあるぞ、それ。あ、なんか書いとったな、確かに。おお、おった。これか。誰これ。あの80や、こいつ。もうこれ強そうやけど、デジタルモンがなれるやつ。誰なら？これ、モンザイモンちゃん。雪だろ？モンザイモン。デジタルモンって怒ったやろ？怒ったやん。才能おじに足りんのこれ。才能どうやってあげるんこれ。もう進化体が振り出してないけど、これめっちゃ誰が。デジタルモンに他できひんのが才能あるやつを。できるんかな？才能低いな、この辺。もう進化体が振り出さない、上がらんからね、才能は。ルーチェモン。ルーチェモン。無理やな。こっちは無理やもんな。オメガもし弱なる気するんやけどな。まあ俺も弱なる気するな。装備クッションつけれへんかって。見てんのこれ。貫通なくなるもんな。うん。プリミアあるんかな。インペリアルドラモンとかしたいけどな。インペリアルドラモン。軍師 USB。ディアボロ。ディアボロ、違う道行こうかな。アンテラケ。オークワモン。オークワモン行った方がいいかな。フリーやん、それは。いや、別に今レベル上げやってへんやろ。もうやってへんな。ディアボロから次道に行こう。オークワモン。お、こいつかっこいいやん。や最後20。これなりたいな。カブテリモン、おそらく。スティング？スティングでいけるやん。スティングもんかあれやん。ベルゼブンいけるやん。多分。ああ、いけるな。ああ、もう結構サイドあるな。スティングいったんじゃん、もう。いや、
その辺行くより。でも俺ちょっとこっちになりたいな、一回。ヘラクレスなんちゃらみたいなやつじゃない多分。どうせやろ。行くか。で、中野か。中野の掲示板やな、確か。中系。いやー、ちょっとストーリーをどんどん進めていきたいとこやな。てー、てれれー、てれれー、てれれー。まあ、ラスボスが誰なのかっていうのも気になるし。まあ、今どうスエドやろうけどな。スエド、明美。うん。あ、なんかあるやん、びっくりマーク。あ、これで中野の掲示板。あ、それやん、中野。え？夜中に変なうめき声聞かれる。え？それのこと？これやねん、中野。うまい。ああ。依頼増えたと。多いな。チャプター17始まってほしいな。うん。見た見た。これでストーリー行く。あれやん、赤。お？中野の伝説バスターズ。ファン拡張プログイン。一旦終わるか、じゃあ。一旦終わって。はい、というわけで、じゃあ一旦僕は終わって、次またこの続きからやっていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。